構成劇第九は勝山文化センターポンテホールで開かれました。この日は一部でエスパス合唱団が3曲を歌った後、2部でピアノ連弾と朗読を取り入れた構成劇第九が披露されました。ついにお前は魔人となって我々の前に立ち上がり、こう叫ぶのだ。我々は喜びを知ることとなる。その喜びとはもたらしてくれるものは、それは人間の声、人間の言葉だった。この催しを企画したエスパスは、これまでオーケストラと合唱による第九演奏会を開催していました。しかし新型コロナの影響で大編成が組めなくなったことから、少人数で第九の世界観を表現しようと、オーケストラをピアノや朗読に置き換えた演奏会を2021年から開いています。構成劇第九は第一楽章から第三楽章までをピアノの連弾と朗読劇で表現していて、第四楽章で合唱団が歓喜の歌を歌い上げます。本来の形とは違う編成ではありますが、ステージで第九を歌いたいという思いは変わらないようで、今年も市内外から集まったおよそ60人の合唱団員たちが息の合った歌声を響かせていました。訪れた人たちは、繊細でかつ力強い演奏を披露した出演者たちに大きな拍手を送っていました。